フィルムズ代表の、しだらです。耳の位置、顔のバランス、顔のフェイスラインに近づくにつれて自分の姿勢を倒しながらバイアスで、切ることで、パネルのダイレクションのコントロールもしながら、ここは特にモデルさんの毛流が強いので、この毛流をウエイトとアンダーセクションの部分の間をつなげるようなイメージでチェックカットをします。量を取りながらラインをぼかしていきます。肌と髪のラインの透け具合を確認しながら、で三つ襟の部分は量感がたまりやすいので、ここの部分は根元からこっちに流れる毛流があるので、それには逆わらずに切ったカットラインが、肌に透けるような質感をつむじに向かって彼女の骨格に合わせたウェイトのコントロール試してみてください。